中谷元は、日本の男性政治家、元陸上自衛官、自由民主党所属の衆議院議員、自由民主党高知県支部連合会会長、防衛庁長官、防衛大臣、安全保障法制担当大臣、衆議院総務委員長、自由民主党副幹事長などを歴任した。祖父は、実業家で戦前に、立憲政友会に所属し衆議院議員を務めた、こともある。 中谷貞より。2002年2月、デニス・シーブレアアメリカ太平洋軍司令官へ、軍移等局実大受賞を伝達する、中谷元防衛長、長官2002年3月、海上自衛隊、佐世保基地にて、高知県高知市生まれ。土佐高等学校、防衛大学校本科理工学専攻卒業、陸上自衛隊で、参位人官。同期には、万章光一郎。 田辺木司良、磯部孝一、松尾幸弘、福田地区などがいる。防衛大学校在校中は、ラグビー部に所属。第20普通科連隊小獣小隊長、第1空挺団空挺教育隊レンジャー教官を、経て、2位で退官。その後、加藤孝一、今井寒、宮沢貴一衆議院議員の秘書を務めた。1990年、 第39回衆議院議員総選挙に自由民主党公認で高知県全県区から出馬し得票数2位で初当選した。1993年の第40回衆議院議員総選挙では高知県全県区でトップ当選する村山改造内閣で国土政務次官1996年の第41回衆議院議員総選挙では 小選挙区比例代表並立制の導入に伴い、高知2区から出馬し、2012年の第46回衆議院議員総選挙まで、高知2区で6期連続当選。2000年、第2次、森内閣で、実地総括政務次官に就任したが、加藤の乱では、第2次、森内閣不信任決議案に賛成票を投じる、意向を示した、加藤光一に同調。結果的に加藤派、 山崎派の造反は不調に終わったが、中谷は不信任案の採決では欠席した。2001年、第1次、小泉内閣において、歴代最年少で防衛庁長官に任命され、当選4回で、初入閣した。防衛大学校、陸上自衛官出身者で防衛庁長官に、就任したのも中谷が初であったため、野党などからは、 日本国憲法第66条2項の文民統制との関連について疑問の声も上がった。2005年衆議院総務委員長に起用される。2011年3月自由民主党高知県連会長選挙への立候補を表明。これに対して現職の山本雄二も出馬を表明し、2004年に会長を公選する規定が導入されていたため、 初の会長選挙が実施され、中谷が県連会場に選出された。2012年10月、高知会を退会し、総裁を退任して間もない谷垣定一を中心に、結成された勉強会、有林会に参加した。同年12月、石橋茂の下で自由民主党副幹事長に起用される。2014年の第47回衆議院議員総選挙では、 選挙区の区割り変更に伴い、新設された高知一区から出馬。日本共産党現職の春名直明を破り、急戦。選挙後に発足した第三次、安倍内閣では政治資金問題を理由に再任を辞退した江戸明則の公認の防衛大臣に任命され、13年ぶりに2度目の入閣。安全保障関連法案の審議をめぐっては、答弁が不安定な場面もあり、 批判を浴びた。2015年6月5日の衆議院平和、安全特別委員会の答弁で、安全保障関連法案について、現在の憲法をいかにこの法案に適用させていけば、良いのかという議論を踏まえて、閣議決定を行ったと答弁したことに法律を憲法の上位に置くもの立憲主義を理解していないものとして批判が集中した。2016年8月3日、 内閣改造に伴い防衛省を離任する。翌4日の記者会見では、安全保障関連法の国会審議を振り返り、歓喜は待って号泣した。2017年6月3日、森友学園問題と加計学園問題に関連して、安倍首相に、アイウェオの小文字を送りたい。焦らず、威張らず、浮かれず、エコひいきをせず、おごらず、特言を呈するとともに、 政治の公正性と中立性を強く主張した。2017年7月2日、東京都議会選挙で自民党が歴史的な大敗北を起死した後は、都議選惨敗を引き起こしたとして、暴言、暴行疑惑が報じられ、自民党から離党した豊田真由子衆院議員、加計学園関連国費文書疑惑の萩生田、孝一内閣官房副長官、選挙期間中に、 出現の稲田と美防衛省、加計学園からの闇献金疑惑の下村博文、東京都連会長の4人のイニシャルをもじり、ディスイズ大打撃と評した。また、7月7日には、安倍首相に、政治家は、人の意見を聞く耳が大事。特に、かきくけ子で人の言うことを聞くべきだ。かきくけ子は、家内の言うこと、厳しい意見、苦情、見解の異なる人。 こんな人たちと指摘し、都議選の応援演説で自らに矢地を飛ばした、聴衆に、こんな人たちと発言した、安倍首相に苦言を呈するとともに、多言主義の尊重を強く主張した。7月6日、今田智美防衛省ら防衛省政務三役が、平成29年7月、九州北部豪雨対策中に防衛省に一時、不在だった問題では、7月8日収録の TBS。 自治報談に出演し、考えられないと批判した。農林水産省所管の独立行政法人、緑資源機構の完成談合事件に関連し、同機構から工事を受注する業者らで作る、任意団体、特定森林地域協議会の政治団体、特盛り和会から40万円の献金を受けていた。ありがとうございます。